初めましての方も二度目まして以上の方もおつまわり始まりでございます。はい、ということで今日はね、ちっちゃい画面になってますんで、あのひげとか眉毛とか油断しております。はい、ということで今ね、画面のメインが真っ暗でくるくるとかしてるかと思いますけれども、はい、本日よりこちら、ウィニングイレブンですね、こちらのアプリ2020のアプリの方をですね実況していこうかということでございます。はい、ついに始めるのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますけど、ついに始めたいと思いました。まあまあ、というのもね、ちょっと、他の実況者の方というか、ティスさんというね、方、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。この辺にピョンインってなってるかと思いますけども、そちらの方と一緒に、コラボさせていただきまして、こちらのアプリで貸し回りはどちらかといえばもうこの運営のアプリの方はもう完全に初心者なんですね。なので、そちらのところで、こうやっていってレートを、上げていこうじゃないかと、いうところでございます。無課金でやらせていただきながら、どこまでできるのかというところですね。はい、話もあれなんで、ダウンロードとかしながらいきたいと思うんですけど、はい、というところでございます。目標にしていくのはそこだということなんですが、まずチームがちゃんとできていないことには何も始まらないということで、しばらくは、最初のしばらくのところはちょろちょろとあれだと思います。ガチャ動画になっていく予定でございます。その後、少し試合等々をやりながら、ティスさんの方にこうアドバイスだとか、こういう風に解説をしていただいたりとかっていうことをしながら、上をね目指していきたいなという風には思っておるところでございますよ、ということでございます。はい、でまずね、チーム選んでいきます。あったなんかね、こっちのね ACL の方を選べばユニフォームがここにエンブレムがつくらしいんで、それをね、やっていきたいと思います。オーナー名は貸し回りですね。はい、で1億にも日本と、はい、いうことでいきたいなと思っております。はい、最初はこれかな、4312ですかね、442のところ、じゃあいきたいなと思います。はい、ということで、初期のメンバーということで、そこまで強くねえなというところですけども、はい、こんな感じでやっていきたいなと思います。で、なんか最初確かガチャガチャできるんすよね、多分ね、だいたいこういうゲームはだいたいそうだということで、最初のガチャガチャのところから引いていきたいなというところでございます。今日はそこまでやって、今日のところは終わりにしようかなみたいなところではあるんですけれども、はい、受け取りながらですね。はい、まずがこれですか。はいはいはい、バルサから選手を獲得できるということでね、はい、こういうここら辺でやっていきたいと思います。誰が出るかな、こう持ってる人はさ、きっとさ、めちゃめちゃすげえね、いきなりメッシとかここで引いたりするんだろうな。所詮貸し回りは貸し回りでございますよ。はい、ということでアレニャですね。アレニャ選手獲得いたしました。分かる人には分かるんかね、彼は。なんか若い顔してたから有名な若手とかそういう感じなのかね、分からないけれども、どうなんだい。はい、ということでなんかまたガチャができるそうなんて、各ポジションこれはできるのかな。なるほど。まずはとりあえず、ちょっとこの後ガチャ引くところで目的の選手がいるので、その選手を獲得するためにもとりあえずね、まず前ツートップのところしっかりしておきたいので、まずそこのところですかね。はい、ということで、お、これ金ボールじゃないか、これは。金ボールの選手が出てきましたね。この選手は誰でしょうか。パボレッティ、レオナルド・パボレッティ、カリアリの選手ということですね。はい、ありがとうございます。はい、ということでまずフォワードを獲得しましたよ、ということでございますね。ツートップのチームなんでね、まず前のところと、あと後ろのところ、ゴールキーパーのところ実は固めたいんですよね。ゴールキーパーとフォワードを固めたいというイメージを持っておりますでございます。こんな感じでこのチュートリアルを進めていくことでコインを得ることでガチャガチャができると、そういう流れでございますね。はいはいはい、
ですのでちょっとねしばらく皆様お付き合いください。もしあのこの辺のところとかどうでもいいよって人は飛ばしていただければ構わないですし、あとそのね、例えばなんて言えばいいんだ、まだアプリやったことがない人とかっていうのはこういうところから感覚としてあの掴んでいただければ嬉しいかなとも思いますし、そんな感じでもし一緒にまだやられてない方ね、一緒にやっていきましょう。なんかぼちぼちと、はい、やっていきましょう一緒に。まあこんな感じで話しながらね進めていきたいなと思うでございますよ。はい、でまあこんな感じで、まあ、チュートリアルを進めていかないことにはねどうしてもこのあれが手に入らないんで、コインをね手に入れない限り私たちに未来はございませんのでそういうもんだからね、こういうゲームっていうのはさ、ちょっと待ってくださいね、もう少々。はい、こういうふうに、まあ、要するに、選手をこうトレーナーにして、こういうふうにトレーナーとしてこう実行していくことで選手を育成していくと、そういうことですね。だから単純にいい選手取るだけじゃダメで、まあ、ここでこう育成をしていくことによって、あれするってことですね。単純にね、強くチームを強くしていくと、選手を強くしていくことでチームを強くしていくと、そういうことでございますね。はい、ようやくこれであれですよね、これでコインが手に入るわけですな。はいはいはい、なるほどなるほど、これでコインをこう受け取っていくことで何回引けたろうね、最初のところって。実際問題、最初のところは何回引けるんだい。できれば 2,3 回引きたいところでございますけれどもね。今180ってことは1回、なんかいろいろと、何これ。はい、頑張ります。はいはいはー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 い読む気ねえだろと。まあまあ、あの大事なことがあれば誰かしら教えてくれるでしょう。そんなノリでございます、そんなノリでございます。はいはい、ということでこれはね現在12月2日に撮ってございます。はい、12月2日にとってございます。まあまあその辺のところからもしかしたら感づいてる方もいらっしゃるんですけど、なんかいろんなねこうねガチャガチャがこう増えるんですけど、まあそこのところから、どこのポジション欲しいよみたいな話になっていくんですけど、はい、まあここでねガチャガチャ引きに行くんですが、これ真ん中かな。はいはい、でここで、まあいくつかこういう風に出てございます。でここのマンシーですね、ここのところでジェズスとあれが欲しいんです、モライスが欲しいんです、エデルソモライスが。でこれが出れば有名実況者だということで、待って、これ9番じゃない、これジェズスじゃない、来たじゃん、これジェズスじゃん。あ、もうこれあれだわ、有名実況者だわ、貸し回りもうこの時点で有名実況者の仲間入りでございますわ。はい、でできれば最初のこのそのスカットを作っていくにあたって、まずやっぱりゴールキーパーとフォワードが欲しいんですね、ウイレってのは。だからまあここで仮に、もし仮にこれでエデルソン・モライスが来るようであれば、これは貸し回りは完全に有名実況者の仲間入りなのではないかと、まだ1本目にして言うね、そういう話なわけですよ。ちょっやったわ、これ貸し回りやったわ、マジか、これはやったわ、これはやったわ。はい、はい、これ紛れもない1回目でございます。さっきからの流れなんでリセマラとかしてないんですよ。はい、これはマジか、これはやったわ、
これは貸し回りやったわ。はい、ということで大目標にしていた、フォワードとゴールキーパーの補強というところがまず真っ先に行われました。ありがとうございます。で、しばらくはちょっとそのいろいろやるよりもこのスカットって言われるこのメンバーですね、これをこうどう強くしていくのかっていうところに主眼を置いてきますので、先ほども言いましたけどしばらくはガチャ動画のところがメインになっていくと思われます。はい、そちらだけお願いいたします。まあちょっとスカット作ってね、今のこの動画の終了時のスカットみたいなのもポッと見ていただければ嬉しいかなとは思うんですけど、まあこんなとこですかね。まあようやくこう金黒黒みたいなところでございますよ。はい、まあこんな感じで今後もやっていこうかなというようなところになってございます。はい、よろしくお願いいたします。またちょっとね、コイン溜まり次第ガチャガチャ引いていきたいなというふうには思いますんで、ぜひとも皆様また、この動画楽しみにしていただけたらいいかなと思います。監督ってどうなの？うん、正直なところ、まあだから、まあいずれこの辺も考えなきゃいけないんでしょうね。そのスカットが強くなっていけば、この一番右のこのマネジメントって書いてあるこのポイントのところ、これが必要になってくるんで、まあいずれは考えなきゃいけないと思いますが、まあいずれですかね。まだこの G ってやつも足んないし、まあとりあえずいずれでいいでしょう、考えていくのは。はい、ということでいいですかね。はい、ということで本日の動画はこちらで以上でございます。はい、ご視聴ありがとうございました。